大逆転。現在セリーグを独走している阪神タイガース、交流戦を2位で終え、6月22日現在2位巨人とは6ゲーム差離しています。この好調ぶりを受けて某関西のキー局では、あかん阪神優勝してまうという名前のついた特番が放送されるなど、優勝ムードが広がっているんです。しかし今から13年前の2008年、今年と同じく阪神が首位を独走。しかしその後巨人に猛追され、13ゲーム差をひっくり返された悪夢のようなシーズンがあったんです。今この時にこそ我々阪神ファンは、あの2008年を振り返り、改めて身を引き締めていかなければならないと思うのです。というわけで今回の動画は、13ゲーム差を逆転された2008年の悪夢を徹底解説したいと思います。野球中継を見るような感覚でご覧ください。ではどうぞ。この動画について、今回紹介するテーマについては以前もこちらの動画で取り上げたのですが、今回はアニメーショングラフを使い、順位変動の推移を直感的に把握できるようにしました。また起こった出来事を時系列順に細かく解説していきます。当時を知らない世代の方、また当時を知る当事者の方々にも、ああこんなことがあったなと改めて振り返っていただければ幸いです。2008年開幕前、2007年の阪神は序盤は低迷するも、終盤に10連勝し一気に首位に浮上。しかし最後の最後で失速し3位に終わりました。そしてシーズンオフに入ると、阪神フロントは課題だった打線、先発陣に厚みを持たせるため大型補強を敢行。広島の4番新井貴浩選手を FA で、オリックス平野啓一選手、阿部健太投手、日本ハムから金村悟投手をトレードで、新助っ人にはフォード、アッチソンを獲得しました。一方2007年の巨人は球団史上最悪の低迷期から脱却し、5年ぶりのリーグ優勝を果たすも CS で中日に敗れ、日本シリーズ進出を逃しました。その反省を生かし、シーズンオフには最下位ヤクルトから前年右打者として史上初のシーズン200本安打を達成したラミレス、前年最多勝のグライシンガー、横浜の抑えクルーン、ロッテから藤田総一投手、予備助っ人にバーンサイドを獲得、選手層に厚みを持たせました。2008年開幕、開幕すると阪神はいきなり開幕5連勝を記録、最高のスタートを切ります。一方の巨人は球団史上ワーストとなる開幕5連敗スタート、4月4日には単独最下位となります。開幕スタメンのうち不動のショート新岡選手が開幕戦でいきなり故障、ラミレス以外の主力が揃って不振に陥りました。一方の阪神は平野、新井両選手の加入により厚みを増した猛虎打線が得点を重ね、ジェフ・ウィリアムス、藤川球児投手、久保田智之投手からなる勝利の方程式 JFK で逃げ切る形を開幕から確立、白星を重ねました。その後阪神は3カード連続勝ち越しを決め、巨人が2勝7敗となった4月8日、突然巨人渡辺恒雄会長が、今年は2位か3位でいい、ペナントレースは優勝する必要は全くない、それで日本一を取るんだよ、去年と逆をいけばいいんだよと、まさかの降伏宣言。今こんな調子でね、ペナントレースで優勝できると思うか、今の巨人が。オリンピックでまた人を出すだろ、勝てるわけないんだよ。この渡辺会長の情けない発言について、当時の阪神岡田監督は後に、渡辺会長が今年は優勝せんでええん言うたんや、あれで楽になってしもうたんやな、おーんって語りました。4月15日、巨人は開幕4番の一寸横を不振のため2軍に落とし、来日2年目のルイス・ゴンザレスを昇格させセカンドに固定します。4月16日、阪神が貯金10に到達。4月終了時点で阪神19勝7敗、貯金12、巨人12勝15敗、借金3、両チームのゲーム差はすでに 7.5 も開いていました。この不振を重く見た巨人原監督は、この頃から1、2軍の調子がいい選手を積極的に起用する方針に転換。5月から7月までの3ヶ月で1軍に昇格させた人数は34人に上りました。2年目の坂本勇人選手が戦線離脱した新岡選手に代わり、ショートのレギュラーに定着。4年目の亀井選手が不振の谷選手に代わり、スタメン機会を増やしました。5月に入っても阪神の勢いは止まらず、5月16日には貯金15に到達。一方の巨人は腰痛のため登録抹消された高橋由伸選手に代わり、ラミレスが4番に固定されるも5割が遠く、借金生活から抜け出せない状況が続きました。5月20日、セパ交流戦が開幕。5月26日、これまでセカンドのレギュラーとして打率3割をマークしていたルイス・ゴンザレスがドーピング発覚で契約解除され、その後は木村拓哉選手が2番セカンドに固定されます。ゴンザレスが解雇となり、外国人枠が空いたことでバーンサイド投手が初昇格。バーンサイドは同日に初登板初勝利を記録。その後は先発の一角としてローテに安定をもたらしました。またこの頃になると巨人ブルペン陣が徐々に整備されていきます。3年目の越智大輔投手、6年目の西村健太郎投手、新加入の藤田総一投手が試合を落ち着かせ、7回からは山口哲也投手、8回豊田清志投手、9回は守護神のクルーンにつなぐ勝利の方程式が固まりました。そして5月28日、巨人は6度目の挑戦でシーズン初の借金完済。5月終了時点で阪神33勝17敗、貯金16、巨人は25勝27敗、借金に、両チームのゲーム差はさらに9まで開きました。6月に入ると阪神はさらに勢いを加速させ、
6月4日から6連勝を記録。6月7日には貯金20に到達しました。一方の巨人は6月10日に阿部捕手に次ぐ第2捕手として横浜から鶴岡和成捕手を獲得。6月18日にはシーズン初の貯金を記録しました。6月23日に交流戦が終了。交流戦の成績は阪神15勝9敗で2位、巨人14勝10敗で4位と両チームとも好成績で終わりました。6月終了時点で阪神44勝23敗貯金21、巨人35勝34敗貯金1、両チームのゲーム差はさらに10まで開きました。阪神は7月に入ると破竹の7連勝を記録し、6日には両リーグ最速で50勝に到達。7月8日には貯金28とし、巨人とは今シーズン最大の13ゲーム差まで引き離しました。7月11日、巨人は中日を抜き単独2位に浮上。7月16日、阪神の3番新井選手が腰痛のため戦線離脱しました。17日には北京オリンピック代表メンバーが発表。巨人からは阿部慎之助投手、このシーズン絶不調の上原浩二投手、一寸よぷ選手が選ばれ、阪神からは藤川球児投手、矢野明宏捕手、新井貴浩選手、オーストラリア代表にウィリアムスが選ばれました。18日、巨人はこの試合から鈴木貴博外野手を1番に固定。機動力と出塁力のある鈴木選手の固定により巨人打線はさらに得点力が増すことになります。21日、阪神は藤川投手、ウィリアムスが五輪で抜け、手薄になる中継ぎ陣をカバーするため新外国人クリス・リーソップを獲得。また同時期にスタミナに不安がある先発のアッツソンをリリーフに転向させました。そして7月22日、阪神は巨人を下し両リーグ最速となる優勝マジック46を点灯させます。オールスター前のマジック点灯は史上5チーム目。7月28日、前半戦が終了。この時点で阪神60勝32敗貯金28、巨人51勝42敗貯金9、ゲーム差は9に縮まりました。8月2日から各球団代表に選ばれた選手を派遣。両チームとも中心選手を欠く中、8月3日後半戦が開幕。阪神は新井選手が抜けた3番に鳥谷選手、正捕手矢野捕手の代役に野口俊博捕手を起用し後半戦に臨むも、新井なきチームは貧打に苦しみいきなり6連敗。一方の巨人は8月3日貯金10に到達。その後も5割の戦いを演じました。8月13日、北京オリンピック野球競技が開幕し熱戦を繰り広げるも、8月23日日本代表はアメリカとの3位決定戦で敗れ抽選。この五輪期間、巨人は6勝6敗で乗り切ったのに対して阪神は5勝8敗と負け越し、巨人は新加入の鶴岡捕手が阿部捕手の抜けた穴を埋める活躍。一方阪神は藤川投手の代役として獲得したリーソップが8試合で防御率 6.75 と期待を裏切りました。25日、帰国した代表選手たちが各チームに復帰。しかし阪神はここで衝撃的な事実が突きつけられます。新井選手の腰椎疲労骨折。前半戦から痛めていた腰が癒えていない中、五輪に強行出場した影響でさらに悪化、全治2ヶ月の疲労骨折と診断され、帰国後も戦列復帰ができない状態となりました。一方巨人から派遣された上原投手、一寸よぷは状態を上げ戦列復帰。上原は五輪復帰後4勝1敗、防御率 2.08。 一寸よぷは5番を任され、ここ一番の場面で活躍しました。そして8月29日、オリンピック明け初めての伝統の一戦。初戦は阪神が勝利するも、その後連敗で負け越し、阪神はここから5連敗を喫します。8月終了時点で阪神69勝43敗、巨人63勝49敗。阪神はシーズン初の月間負け越し、両チームのゲーム差は6まで縮まりました。9月3日、阪神の優勝を確信した日刊スポーツは阪神の優勝を前祝いする雑誌 V やねん阪神タイガースを発売。皮肉にも大逆転 V 率の象徴として今も語り継がれています。巨人は9月12日から連勝を重ね、9月19日7連勝で迎えた首位阪神3連戦。両チームのゲーム差は3。阪神としては勝ち越して引き離したかったところでしたが、巨人相手に痛恨の3連敗を喫してしまい、とうとう首位に並ばれてしまいました。翌日からの試合は両チームとも勝利引き分け勝利となり、巨人は引き分けを挟んで12連勝を記録しました。25日に巨人の連勝が止まり、阪神が勝利したことで再び単独首位に。その後は両チームとも一進一退の攻防が続き、9月終了時点で阪神80勝54敗、貯金26、巨人80勝55敗、貯金25、ゲーム差はわずか 0.5。 巨人はこの月17勝5敗と大きく勝ち越し、とうとう阪神を捉えました。一方の阪神はチーム状態が悪い中、月間勝率5割と持ちこたえるも、中継ぎ陣はすでにボロボロ。久保田投手、ウィリアムスは金属疲労により痛打される場面が目立ち、リリーフ転向後1ヶ月間無失点を続け、救世主となっていたアッチソンにも疲労の影が見え始めていました。10月、阪神は10月3日神宮でのヤクルト戦で先発の安藤投手が6回をわずか3安打に抑える好投。しかし5対0とリードしていた7回、阪神岡田監督は安藤投手を中4日で巨人戦にぶつける
るため交代させます。その後久保田投手、ウィリアムス、アッチソンが全員炎上、大逆転を許し敗戦しました。後に岡田監督はこの試合が一番痛かったと語り、これで勝たれんかったらやめなあかんなと、優勝を逃した際辞任する意向を固めたと言います。そして10月8日、両者が同率首位で並んだ状態で迎えた東京ドームでの最終決戦。阪神の先発はエース安藤、巨人の先発はエース宇都宮。初回いきなり1番の赤星外野手がレフト前ヒットで出塁。しかし続くバントの名手2番関本選手がキャッチャー前に転がすも、打球が死にすぎてしまい、巨人阿部捕手は捕球した後すかさず2塁に送球しアウト。ショートの坂本選手が1塁に転送し最悪のダブルプレーとなり、一気に流れば巨人。そして同点で迎えた3回裏、巨人の攻撃、5番イスツンヨプが左中間を破る2点タイムリーを放ち巨人が先制。阪神は6回に1点を返すも、7回裏には巨人の4番ラミレスがバックスクリーン右に試合を決定づけるホームランを放ちます。その後は山口、豊田、クルーの勝ちパターンで逃げ切り、ついにシーズン初の単独首位に立ち、優勝マジック2が点灯しました。その後10月10日、巨人は神宮球場で行われたヤクルト戦に勝利。勝利後巨人ナインはバックスクリーンに映し出された阪神対横浜戦の行方を見守り、阪神が敗戦。巨人の2年連続32回目のリーグ優勝が決定しました。13ゲーム差を逆転しての優勝はセリーグ新記録で、この一連の出来事を巨人側では96年最大 11.5 ゲーム差を逆転し優勝したメイクドラマになぞられ、メイクレジェンドと呼び、阪神側ではブイヤネンと呼びます。CS 第1ステージでは最後、守護神藤川投手が中日の4番タイロン・ウッズにホームランを打たれ敗戦。阪神の2008年が終わりました。金本選手はこのシーズンを後にこう振り返っています。反省はキリがないですね。新井が抜け、今岡が不調で一人でなんとかせないけんって、どうしても自分一人で決めようとして、どうしても1点取っとこうとか長打狙いで行ってしまったりとか、勝ちたい勝ちたいという気持ちからそれが焦りに変わってしまったりとか。今年と2008年の違い、今年は13年前とほぼ同じペースで貯金を重ね、また2位は巨人、どこか似ています。しかし当時と現在とでは明らかな違いがあるんです。チームが若い。当時と現在のスタメンを見てみると、平均年齢が2008年 32.5 歳、今年は 28.5 歳と4歳も違っています。年齢が若いチームの方が後半にかけて勢いが増すと言われています。選手層が厚い。当時と圧倒的に違うのは選手層の厚さです。当時はレギュラーと控えとの間に実力差があり、新井さんが離脱した後得点力が半減しました。しかし今年は控えに糸井選手、陽川選手など他球団ならレギュラーになれる人材が控えていますし、2軍ではロハスが牙を研いでいます。また先発陣の厚さも当時とはかなり違います。2008年は安藤、島柳、岩田の3人でしたが、今年は青柳、秋山、伊藤正史、西、ガンケル、アルカンタラと6人います。長打が打てる。当時は4番金本しか一発を期待できる選手はいませんでしたが、今年は上位から下位まで一発を打てる打者が揃っています。チーム本塁打数は2008年リーグ最初の83本でしたが、今年は6月21日現在すでに65本のアーチを描いています。ブイヤネンを経験している。この経験をしているのはかなり大きいと思います。当時はファンもメディアも、もしかしたら選手や首脳陣も優勝を確信していたと思います。それが知らずのうちに隙を生んでいたのかもしれません。ただ今年は独走したとしても、岡田監督や当時を知る当事者がメディアを通じて後世に伝えてくれるおかげで、我々阪神ファンもあかん阪神優勝してまうと言いながらも気を引き締めることができていると思います。というわけで今回の動画は以上となります。これからもこのような動画を上げていきますので、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。新たにサブチャンネル、ツイッターも開設しましたので、概要欄からフォローお待ちしております。ありがとうございました。